森田さん、何居酒屋で一人寂しげに。いやお前な、はい、な一人と思うだろう、はい、違うんだよ。え、他に誰かいますか。じゃあその前に、今日時間外でこのお店を開けてくれた素晴らしい鳥物さん、はい、に来てるから今、恵比寿。あ、駅近くのね、歩いて 1,2 分のね。お前今から死ぬまで鳥物さんに感謝する日々を送れ。もう朝起きてから鳥物さん、寝る前も鳥物さん。そうしました。あ、それぐらいの義理ができたから。はい、まあ、そして義理といえばな、俺がちゃんと義理を返す、ちゃんとその義理に応えてくれた男が来てるんだ。え、ギリギリの男たちが来てるんですか。そうそう、ギリギリの男たちが来てる。はい、マジで。あ、こちらの方ですか。この場を設けてくれたのは、はい、な、あの熱い男な。で、その子に来てくれてるとみんな熱い男たちが来てるんだよ。熱い男2人も。あんまりよきなんて言えない。あ、そうか。あ、取れ。ああ、ああ、やばいだろ。あ、アウトさ、アウトされたファイターたちが。ああ、やばいだろ。あんたがね、君はただ迷惑かけた男のところに来てくれたんだよ。気まずいところだって。あ、仲直りしたんだ、よかった。いや俺ら、あ、喧嘩してたと思ったのに。あれ、だって付き合い長いからそんなこともあるよ。この場を、はい、心配だ、俺と高弘のことを、まあ、心配して感じてこういう場を設けてくれたんだ。まずヒレドラがね、はい、前回コラボしたけどばっかだけど、ヒレドラがこの回をちゃんとやるべきだって。ありがとう。全然ない。そして高橋も改めて、はい、あの時ブレイキングダウンの会場で、はい、まあ、ちょっとみんなを見てるのが悩みになっちゃって、まあね、俺らお互い話したことはもう、あの俺らの中でしまったことだけど、改めて、あの、ごめんね。いやいや、こちらこそ。おそっす。おお、素敵だな。はい、ちょっと来ます。ああ、おそっす。あのリングサイドにいつもいる。そうっす。おめえ関係ねえだろ。すいません、いい、失礼しました。いやー、すいません。演劇和解だ、これは。え、演劇和解だ。まあ、そうっす。だからそんな感じで今日3人が集まる。ちょっと今高弘柿に当たったんだけど、はい、確かに。クリボッチで柿食べたら当たっちゃったんだ。おー、それでまあ、トラと、はい、まあ、トラの粋な計らいでこういう場を設けてもらって、で、まあ、3人どうせだったらじゃあ動画も撮ろうって感じだったんだけど、もうピエトラが全部いいと思ってちゃったんだ、さっき。じゃあ俺らのお前喋ることねえってとこだったんだけど、はい、俺の視聴者もさ、やっぱ黒石高弘来てくれた。ピエトラはいらねえと思ってたし、そうこの間出てくれて大人気のピエトラもいるし、みんなしもっとこういうの聞いてほしいとかあると思って、で、俺、まあ、ちょっと視聴者目線にもなろうかな。さっきトラのさ、チャンネルでも言ったけど、俺らの仲間内でというか、あの時代一緒に今ちょっと突っ張ってた仲間というか、しばらくの仲間の中で、まあ、さっきも言ったけど、一番最初に、スターの道にやっぱ行ったのが高いので、うん、まあ、芸能人になってって、うん、で、それから俺が高いの出てる映画とかいろいろ、まあ、トランスフォーマーちょっとまだ見れてないんだけど、アウトレージ見たし、その高いを活躍してる V シネマだって、そんなのいっぱいしてるしさ、そういう道に行ったわけじゃん。はい、やっぱ俺とかトラとかそれを応援してる側だったからさ、はい、まあ、そんな中でさ、俺ら酒落ち着くのも遅かったから、いっぱい迷惑かかったでしょ。いやそんなことないです。変な時間にさ、ヒレトラとかウリタ純子からバンバン電話来たりして、今飲んでるから来てくれとか、来るわけないね、今ないじゃんね。どうでした。お酒は本当にやめた方がいいなと思ってました。そうだよ、ね、あれはでも本当にしょうがないですね。あの突っ張ってる人間マジでしょうがないです。もう値段ももともと悪なんですから、みんなそれを抑えて生きてるんだから、そんなのしょうがないじゃないですか。いや、酒のせいにできないレベルだよ。俺はあの頃で高弘に集客がいらんしてくださいって怒られてるから、もうそんな酔っ払ってないよ。会うんだったらコーヒー、昼間コーヒー、昼の時間のコーヒーならいいですけど、って言った時、何言ってこれつまんねえこと言ってんの、何言ってんだろうけど、コーヒービールでいいだろうぐらいの思ってたんだけど、今すっごい分かんないよ。そうっす、今俺ちょっとね、そういう人に付き合ってくれとか言ってるけど、いや本当にコーヒーしかもない、あ、こういうことだったの。だから年下かったけど、やっぱ尊敬してるから教わることいっぱいあるなと思ってて、そうっす、トラにもね、もちろん。でもさ、俺らみたいなバカは、気づくのが遅かったバカは、うん、結構高いの確かに教わること多くない？多いよ、マジで。うん、
僕本当にただすごいリスペクトしてるんですよ。どっちの道に行ったからやっぱ抱えるものが大きいって、スポンサーだったり応援してくれてる人だったりで、ましてそれが舞台演芸ってなってくると、その共同団体競技じゃん、はい、こうやって一緒の出演者共演者の方たちも、その花形の人たちみんな大きい CM とかもあるわけじゃん。それに自分のちょっとした行いで全員道連れにしちゃって送られるのもあるわけじゃん、映画とか。だからどんどんそれ大人になっていくのが早かったんだよ。あ、そう、そっちの自分で。すごい、今ちょっとだけど片足取る、表に片足突っ込んで、本当まで片足突っ込んだぐらいで、すっげえダメに持ち上がるな。当時もいます。そんなことないです。トラは逆にだから今その、はい、仕事は言っちゃいけない。いいね、まだ立ってるんですよ。いやいや、今その不動産の道に行って、今まで自分が関わんなかったんですよ、関わる事情。全くないね。あ、関わってない。関わってない。あ、そうだ。そうあ、そう、付き合いとかも。ないないない。あ、そうなんだ。ないないない。ないけど、その結局一生できる仕事を考えた時に、うん、家って絶対必要じゃん。うん、で、やっぱこれが一番子供ができて一生できる仕事なんだろうって。うん、食い物住むとこ衣食住じゃないけどさ。うん、やっぱ一番手堅いのは不動産かなと思って、うん、でその勢いで宅建取った勢いでファイナンシャルプランナー取って、で来年も来年中に一級も取ろうかなと思って。すごいね。あ、いや、めちゃめちゃすごい。だからこうしたけかっこよくなってるいいなって全部カットするわ。でちょっと自負けでなんか言ってるだけでしょ。もうカッコつけっからするさ。でもかっこいいです。たまたま、たまたまラッキーだった。こんな優秀なやつって知らなかったでしょ。俺知らなかったわ。はい、サビ癖悪い、ただ喧嘩性バカだと思ってた。お互いさまだね。高博はその今役者もそのない俺聞いたの、さっきいっぱい聞かなかったこと聞いたんですか。はい、あのさ、何普段役者の自分の役で台本渡されて、じゃあ次これってお仕事決まっていくじゃん多分。はい、それはその間、例えばそのオフの時も、はい、オフじゃない時も、はい、撮影以外っていうのは稽古なんです。いや、自分はそんなことないです。遊んだりしてます。まあもちろん稽古してる時期もありますけど。それが例えば時代劇とかだったら稽古なんですか、盾とか。時代劇やったことないんですよ。あ、そうなんだ。めちゃめちゃやりたいんです。一番向いてるよね。うん、はい、ただ時代劇やったことないですね。うん、だから NHK とかでずっとやってたいんですけど、うん、まだですね。 NHK はやっぱもっとうるさいのかな、やっぱね。なんですかね、でもちょこちょこはやっと入らせてくれるようになったんで、まだアウトサイダーやってる時って書類すらもらってくれなかったらしいんで。へぇ、わかります。有吉のですけどね。あ、だから見たいと。あとラップウェアもやったら俺もあれも聞いたもん。そうですね、なんか実はもういろんなことやってるんですよ。偉いね、でもね。はい、もうなんか、はい、やりたくないことちょっとずつやめていこうかなと思って、多分俺がやりたくないって感じてることは合わねえんじゃねえかなと思って。多分一番ここ数年の高橋のお仕事とか活躍のなんか俺が知ってる限りで一番でも生き生きして輝いてるなと思ったのかけてこないだだけどね、ブレイキングダウン。正直言ってるよね、やっぱああいうのだよ。やっぱり体が高ける方が、うん、面白いです。すごい高ければあえて背負って戦ってみたいな方がかっこいいよね。はい、もちろん役者の芝居の苦労した方がかっこいいよ。はい、これ的にはさ、うん、あの高広も完全にアウトサイダーの時にさ、もうわ悪い印象しかなかったのに、うん、全然変わったじゃん。うん、俺はそこのこの間純真の番組で言ったけど、うん、あんなにどっぷり使ってるやつが、うん、違う運営に行って、うん、ほら人に言えんことじゃん苦労なんかさ。うん、でもそれを普通にやってたから俺は逆に高広のことかっこいいなと思って。うん、そうだね。で、あの、しくじり先生だっけ、うん、あれでしたね。あれ見た時も、高広のその、見てたんだよ、実証者として。うん、そしたら、あ、こいつも苦労してるけど、だからかっこいいんだろうなと思って。うん、だから、背負ってるよね、結構ね。おーっす。そんな、そんなこともないんですよ。で、どんどんさ、やっぱあの舞台に、アウトサイダーの当時のあの舞台に出て出続けなきゃいけないってなっていくと本当に強くなっていかなきゃいけないのもあるし、やっぱそどんどんファン増えてくるじゃん。あの時代すごい流行ったから、そういうみんなからの応援が多分一番その光線つながったのかもね。だから急成長というか、めちゃかっこよかったの。
スーパーサラダだよ。アウトレイジでさ、バーンってもうメインぐらいになってほしいから俺らもうさ、通したんだから。あんなまだこの辺からクレジットがっつってこの辺食っちゃってくれよっつってよく思ってたの、やっぱそういう、やっぱ表現したね、お前そういう目線で見るとこはさ。いや普通そうでしょ、だっていや食ってくれなんか普通思わねば、うん、普通一般視聴者は出ただけであすげえなと思うけど、いやもう食ってくれと思ってたから。やっぱお前の言うことってやっぱかっこいいなと思う、うん、あそう、うん、普通の視点がちょっと君とは違う本当に違うなと思うあそうですか、うん、うちの母ちゃんとかも知った映画なんで、うん、黒石頑張れもっと前行けとかって名前が出てきた一子相伝だなそうだねだからいろんな奴らがはっきり言ってこけてくっていうか、人生こけてくる奴らがいっぱいいた中で、うん、まあ、俺もそうだったけど、そので失敗を犯すじゃん、やっぱ事故を起こしたりとか、なんか詐欺に関わっちゃったりとか、それでもやっぱ今再起図れる時代じゃん、うん、そういう奴らみんなに多分一番最初にその行動を取って一切後ろ振り返らないでバッて行った高いよとか、今この資格、国家資格いっぱい取ってやってる虎とかのこの背中っていうのは多分めっちゃハマるはず、その失敗してってやつね。だって40になってから、あるいはもう50近くなってからやり直さなきゃいけないって人らも近い周り近しい人にいるはずだから、俺いるからやっぱ。ああ、そうです。その反社だ何だろうかって話じゃなくて、俺の周りでやっぱいくらでも、え、あいつ待てマジかってやついっぱいいるから、やっぱまだ遊んでるとかじゃなくて、はい、そういうやつらがシャバ帰ってきてからやり直さなきゃいけないってなった時に、やっぱなんかあいつら眩しいよな、バッて言っちゃったけどっていうやつらが一番のでも薬になるはず。俺そうだったから、うん、俺やっぱ眩しかった高平たちなんか自分の薬に結構なって何回も言うけど、知ってるね、うん、タイミングすげえ大事だね、うん、タイミング。だってお前その時もしもね、うん、今の奥さん麗子大社長と会わなかったら、なってないね、腐ったもん、なってないね。でも子供できてね、うん、国家資格取ったじゃん、2つも、うん、でもやっぱ子供ができなかったら、あとコロナにならなかったら、うん、自分追い込めなかったと思う、うん、まだ言い訳して格闘技やってたと思う、うん、でも変えなきゃって思う時にやっぱりこのね、魅力的な2人すげえな、もう負けたくないけど、うん、いずれ相手じゃん。でも自分から言えないじゃん、うん、土俵が違うから。格下がさ来いよって言えないじゃん。やっぱ同じ土俵に上がりたいから。でこの間ね、一緒の祭りに参加できてさ、うん、でこうやって、あの嬉しかったなって、ね、あそこで顔合わせてやっぱちょっとその他のブレイクでは出てる子とかさ、うん、オーディションに来てる子たちと別に何仕切ったり差別するわけじゃないんだけど、みんな一緒なんだけど、でもやっぱ俺らはあの時代も知ってるっていう共通の気持ちがあるから、なんかちょっと空気の色が、空気に色があるとしたら、あの瞬間色が変わった感じがして、なんかすごい俺ちょっと嬉しかった。ギクシャクした感じも含めて全部嬉しかった、うん、まあ、だから分かる、すごいトラが言ってたように、当時の俺もさ本当に、まあ、今も本当何もでもないんだけど、当時からやっぱいろんなこと出遅れてたからさ、いつまでも俺だけどっぷり使ってたせいで、まだそっちのプライドがあったのがバカだから、まだそっちの俺のみたいなアホなプライドが邪魔して全然抜けきれてなくてさ、だからどんどん眩しくなっていくみんなに対して、あ今の俺じゃもう会えないなとか、やっぱずっとそれがあった。すごいよね、うん、お前そういう風な前だったら絶対なかったじゃん、今言ったように、うん、俺売りたてをだったじゃん、うん、最悪で、でもいやそうじゃんいやそうですすいませんね、ちょちょ、だからそのでもどうせ会うことがいつかあるなら、あれ今のこいつと会ったって恥ずかしくねえなって本当に、まあ、下手したら対等に今のこいつだったら飯食いに行ってこと、人に一緒にいることとか一緒に会ったことすら言うのやめようって存在だったんだから、ウタと個人的に会ったけど、まあ、今ウタと会ったことは周りによろしくないからやめよう。だからみんなシーって感じだったの俺に対してみたいな。だけどいつかはウタ君と会ってきたんだよって言ってもらえるような人物にならなきゃいかんっていうのはずっとあって。いつ思ったそれ？いや結構前。大社長と。それは大社長会う前だよ。会ってからも奥さんによく言ってたもん。
でもその言い出したのってさ、奥さんと結婚してもって言い出した。そうだね。ああ、やっぱでかいね大社長。うん、本当にそうだったら、まずこのままされるのって言ったら、どんどん取らないし。だからある意味奥さんだけじゃなくて、アウトサイダーですと、あの当時のいい方向に行った仲間たち、後輩同級生の力もだいぶあるわと思って。まあ俺も構成できたわけじゃないけど、その昔と比べたらさ、ある程度判断できるようになってきた。そのなんだろう、要因の一つとして、いつも俺は奥さんのおかげです、奥さんのおかげですっていう、それもあるんだけど、やっぱ俺それはトラとか高いよとか、他にも挙げたりきりがない慶之助とかいっぱいいるけどさ、尊敬すべき、尊敬できるそういうかっこいい奴らが多すぎて、いかにそいつらに俺だってなんていうの、引きを取りたくない、負けてられないんだよマジで。いやちょっとね、あるゾロってきたね今、負けてでもあるだろ。そうじゃん、うん、そうじゃん、腐ってもそこ俺たち耐えていたいっていうのがあるから。だから本当にね、魅力的な2人今日こうやって一緒にね、お茶飲んで、すげえ嬉しい。ちょっと照れくさいけど嬉しい。ちょっとハッチャも入ったよ。いや、自分はそんな映るような人間じゃなくて。じゃあ、どうぞ、すいません。行くならそっちかな。そうそう、ボスって言って、ボスに行くから。すいません。失礼します。ごめんなさい。失礼します。ハッチャの中、あったかいうちもう一個ください。あ、はい、すいません。ハッチャの中、相当高いのについてきてるでしょ。はい。そういう時もさ、そうだよ。はい。もう掘り刺してんだから。人がいいです、まあ、性格はもともとは確かに悪いは悪いですけど、見たものだついていくってことは似てるところがもうかなりあるからなと思うよ。似てないやつは離れるんですよ。寂しい思いっぱしは分かるわ。いろんなやつ離れて自分の原因あったけどさ、まあ、ほとんどじゃない。それも分かる。いや、自分だわ。俺らも振り切ってるじゃん。振り切ってもう一回戻すだけだから。中途半端なやつはさ、ここで止まるじゃん。俺は振り切っても一周して戻ってるから、なタヒロがね、トラさん、トラ君優しくなったじゃなくて、振り切ってるから戻っただけで原点に。うん、もう久しぶりに会った瞬間変わりすぎてて、いや、いい、かっこよく、もう会った瞬間にかっこいいって分かるぐらいだってて、いや、トラじゃない。いや、お前らのおかげだよ。さっきね、ジュン氏が言ったようにさ、曲げらんねえからさ。それ前からこう。聞いてこいよ。男は単発だよね。はい、単発です。出そうか、昔の場合下げだ。やめろ、ロンゲの前出そうか。俺高いのロンゲです、出したらいいんだよ。昔船検事に憧れてる。あ、そうそうそう、まあ懐かしいです。よく思いますだってね、ちゃんとね、住所大好きなんだよ。大好きだもんね。名前言っていいか分かんないけど、竹井とか、うん、書いてある竹井、大好きだよ、新宿とか。よく新宿で遊んでましたね。もうなんか本当に酔っ払った帰りにわけわかんない釣り渡されて、竹井ちゃんと一緒に、見たくってもらった薬屋が飲めるかっつって、なんかやばそうだよ。危ねえな。いや、でも楽しかったなと思って。だから、そっから何が、その俺がどんどんダメになっていったかって言ったら、やっぱその時からみんなが努力をしてたんだよ。圧倒的に明日の自分、今の自分を超えなきゃ、みんなに支持されて俺になっていくようになっていったら、努力してたけど、俺だけ努力をしてて怠ってた。なんか突っ張る、突っ張ってればいいと思ってた。まだそっちのやつらのプライドがほんと邪魔してたな。あの時はしょうがないって言ってたもん。今だからしょうがない。いや、だって大変だったじゃないですか、日々、まあ、私生活が。だからなんとも言わないですよ、足引っ張る人たちの多さが半端じゃなかったんだろうなと。そこをさ、みんな言い訳せずにやってるじゃん、ストイックに。でも一生気づかないやつもいるじゃん。まあ、それなんかだから純子も俺もさ、おっさんうん、そんなって気づいたけど、そのおかげでやっぱこの宴があるし。そうだね、うん、本当に嬉しいよ。はっちゃん、嬉しいよ。俺はありがとうございます。嬉しいです。本当にウリタ君もこんな変わってると思わなかった。もともと繊細だし、人のことを乗り遅れましたね。はい、だし、もともと本当にずっと仲良かったんで知ってたんですけど、あ、
もうね、こんなに2人であの時話した時に、あ、こんなになんか丸くなってるって、ね、びっくりしちゃって、なんか恥ずかしい。いや、年取るのって一生懸命生きて年取るのって丸くねえなって、やっぱ先輩たちを見て思えるのって幸せだね。高平は変わらず純粋バカっていうかさじゃあだから冗談通じないんですよ、良くも悪くも真面目すぎるから。そう、ただ冗談通じないいい意味で。だからさ、俺の追い込みをそう気にしちゃうんだよ。いや気にしちゃう、だから高い人の性格じゃ気にしちゃう。いや追い込んでるのは前からってなっちゃうんだよ一週間毎日寝るの。そうそう、せなおっさんってならない俺も結構そう気にしちゃうから、頭の片隅にトラが出てきちゃう。はい、返さなきゃいけないんだ、そうだみたいな。めんどくさいんだよ。はっちゃん、どうする。言ってました、その時に。やばい、めちゃくちゃ追い込むがやばい。俺も、俺もレイコ大社長に言ってたの。リセトラ、まあ、せかしてくんなって。どうしたんやって。リセトラめんどくせえよ、性格が真面目すぎて。真面目だよね。だから、信用ができるタイプ。あの、煮え切らなくて何でもいいよっていう方が信用できないけど、ダメならじゃあダメ、次行くわっていうはっきり言われた方が、はい、はっきり言えるじゃん、人の顔色見ないで信用できるわ、うざいけどだって高いようだけど暇じゃねえんだけど、ピッチリスケジュール埋まってる中でのそれやられたらいいんですよ。まあ、これも仕事中の中でやってるもんだけどね、うん、それぐらいこの集まりをすごい大事にしててさ、マジマジマジ。だって実現、俺らの性格と俺だってさ、うん、こういうことが決まっててもさ破綻するってよくあるじゃん。あったね。誰かがこうだ言い出したこうだなんてこともよくあるから、特に俺とかがいい加減だったからトラからしてみたら、ちゃんとこれを実現させるために多分すごい考えてくれてたなと思うわ。まあね、ありがとう。全然、ね、さっきもこう提供してくれた人、うん、まあ後でちゃんと紹介する、うん。でこっちは今何分？今ね、22分30秒。ちょっと過ぎちゃったから、ちょっと最後の質問。全然いいです。俺、まだ質問。最後さん、いいね。やっちゃいいです。戻ってくるの早かったな。これだけの男が、ね、これだけのちゃんとした男が、高橋を何年も支えてるっていうのもさ、絵としてもいいじゃん。なんか、うん、そうです。で、そう、プライベートなことちょっと家が入りんだけど。結婚ぐらいでしょ？まだ住んでます。その聞いてファンとか声をして どんな人が好き、どんな女性からしたら、なんか女の話聞きたいだろうな。俺はやっぱもうずっと言ってるのは、うん、いるだけで存在が明るいことじゃないですか、うん、パッて華やかになる、うん、だけでいいんです。自分が喋らずしても察してくれてとかも聞く子とか、いやあんまこだわりないです。結婚したくないです。あ、そう。なんで好きなことできるから。いや、そういうわけじゃないんですけど、うん、芸能で生きてくのってリスクしかないじゃないですか。いや、もう絶対に不倫とかしないって決めて始まっても、どっかで交通事故みたいなことがあったりするかもわからないじゃないですか。そういうの考えると、なんか結婚って何なんだろうって。そんな高価な高いの悩むの。おっすね。あれも言ってたじゃん、正直な。そうそう、私は違う。違う、あれもさ、世の中っていうか、そのね、プロデューサーとか局のいろんな思惑もあるんだろうけど、良くないなと思うのが、そんな売れっ子同士をくっつけて一つの映画でキスとかさせちゃったら、それも見てる方は切り取ってその部分だけだけど、それに何日もかけて何時間も何回もテイクいくつまでやってってやったら、特別な感情になっちゃうよ、絶対男女ってね。え、なっちゃう。そういうことでしょ、だから。すいません、分からないです。その気持ちは分からないです。そうか。まあね、逆には、ね、相手がそうでも嫌だよね。ああ、仕事だからと言っても。あの、自分は絶対一般の子じゃないと一緒にならないなっていう感じはします。あこれを見てる一般の方、高木のファン、まあそんな感じですよ。年下、年上、どっちが？昔は年上大好きだったんですけど、ね、もう年上の方ってもう結婚してるじゃないですか。ああ、そっかそっか。何でもいいです。あ、じゃあしばらく一人でいたいって感じで。あ、それもよくわかんない。なんかまあタイミングじゃないですかね。はっちゃんは今
結婚してる？僕は結婚してないです。あ、そうなの？結婚式のお父さんですか？え、そうだよ、なんか娘の結婚式でカメラ回してる人もいるよねすごい雰囲気が。結婚はしてない。あ、今一人目なんです。一人目です。高いのと結婚しようなもんだもんね、気持ちがね。もうほぼ毎日ほぼ毎日一緒です。そうだよね、そこにじゃあ絆があるわけね。そうですね。彼女募集中です。昨日だよ。いえいえ、もうまあ、なんていうんですかね、自由が好きです。あ、そう黒石高弘もこうだからさ、彼女とかできても彼女はここないがしろにされちゃうわけね。そうだもんな。時間とか全部で、やきもちやっちゃうの彼女が。また黒石くんっつってやると思います。過去にも何回かやきもちやってる。あ、そうなんだ。トラは今のその奥さん、うん、どこで出会った、いつ頃出会った。俺が結婚したの36で、うん、その8年前、じゃあ7年前。そうそうそう、たまたま誕生日会をやる、はい、で呼んでいいって言った女の子がうちの妻で。へえ。で、そう、いや、一目惚れしたの。一目惚れというかね、そう、ベロベロに飲まされるような誕生日だったから、うん、でその時の写真を見た時にずっと俺のことだけを見ていてくれたから、おいいなと思った、うん、太陽がさっき言ったようにさ、いるだけで明るいじゃないですか、うん、ずっと俺だけを見てくれている写真しかなかったわけ、うん、でそれで試合前だったから酒飲まないからさ、うん、1ヶ月間お茶だけの付き合いをしたわけ、うん、あ、向こうもそれを付き合ってくれたんだ。そうそうそう、今日お茶行こうって気になるからちょっと話したい、うん、聞かせてくれって俺がねお茶行こうってこの時代に高いのもそんなだったけどねで1ヶ月半ぐらいお茶だけしていて、その後付き合おうとなったわけ。へえ。だジュンシがさっき言ったように、だから昭和のカップルみたいな昭和のさ、まあまあ昭和生まれだけどさ、そういうやつがいてもいいじゃん。まあね、なんか昭和のなんか萩原さんはさ、俺に手紙ね、前回のアセンって手紙の書き方教えてもらえるんですけど、こういう部分、そう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 、まあそういう、そうそう、そういうのがいいかなと思って。いいおっさんだったじゃん、36だから。まあそうだね、だろう。でもね、その時本当これだってなった。そうで、半年出会って半年で結婚したし、うん、昔から責任感はあるもんね。責任感、追い込みとかねあ言ったとおりよ、あれきついやマジでしょうがないです半年で結婚するって、うん、半年じゃ全然分かんなくないですか、相手のこと。でもお前そのタイミング逃したら一生ないと思うじゃん。そういうことか。そう、うん、でよく相手がそれによくだから応じてくれて答えてくれたんだよ。だから俺の巻き込み事故なんだよね。巻き込み事故に、あの俺が前、うん、知り合った縁がある人間が言ってたんだけど、うん、俺の苦労、俺が苦労するのがいいじゃん、うん、でも俺の妻は俺の巻き込み事故でずっと苦労しているから、うん、早くね、楽をさせてあげなっていうことずっと言われてさ、喧嘩をもするじゃんやっぱり、ね、もう離婚、ね、離婚とかもよく考えてたわけよ。その時そういうふうに大事なことを言われて、あ、俺甘えなと思ってさ。だから純子も酒ね、やめて、タバコもやめてるじゃん。いたがいいのにそうやっていい映像出てたからさ、そういう絵を見ながら、あ、負けてらんねえなと思って俺も。言うことじゃねえからさ、もっと頑張んなきゃとかさ、頑張ればいいじゃん、結果出せばいいじゃん。だからお前らみたいに結果出してるってすげえ好き。じゃあ本当にこれ薬になったの、マジで。結構ちょいちょいだから、あいつらあんなのかっこいいのに自分何やってんだろう。一回でも関わったんだったらやっぱさ、眩しく見えるやつらっていうのが、今の自分に何が足りないかってすごい教えてくれる一番の資料というか、一番のね、導きっていうか、そこで腐るのは簡単なんだけど、なんか俺もさっきトラが言ってたさ、その当時の友に再会した時になんか あいつかってならないように、うんうん、その堂々と後ろめたくなく会える自分でいなきゃいけないっていうのが、うん、ここで一番自分を救ってくれたかも、うん、本当に。もちろん奥さんの力があってさ、本当に感謝してます。
真面目な話になっちゃったけどよ、ちょっとこれあんまりしたら、カキの体調連絡来てくれる高いチャンネルもあるから、ちょっと、まあ、じゃあちょっと、はっちゃんまとめてくれよ、エンディングを。エンディングですか。ダメよ。おっす。まあでもね、みんなこう、同窓会できたみたいな感じで、わけあいあいと。なんかでもみんな顔が、昔に比べるとニコ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 しちゃってるんで。マジでんだよこれ。昔はみんなここに危険性を伝える顔しか見てなかったんですけど、今はもうニコニコ笑えてよかったなと思います。バックステージから見てる人間からとしたら。じゃあちょっと後編に続きたいなと思います。はい、行きましょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ウリタさん、はいはい、お人に礼儀を解くのもいいですけど、古田さんが礼儀を書きました。ペナルティーだな、こんな。はい、全然取り物じゃねえ事件だろ。はい、こちらのお店、取り物じゃなくて長者さんでした。はい、すいません、すいません、長者さんですよね。はい、そうです。すいません、長者さん訂正ちゃんと取ってます。ありがとうございます。ちなみに来てから何も食いも出てこないんですけど、それやっぱ長者さんのやり方ですか。あ、いや、これは長者スタイルですか。結構ありがとうございます。